ですカズニャンです、よろしくお願いします。お願いします。ついに我がワールドもアップデートなるものがね来ましたね。アップデートの波が、うん、いつの間にやら。あ、なにやべ、麦わら帽子かぶってる。あ、ほんとや、農民さんやで、農民さん、しかもなんか腰にダイヤモンドなんか持ってますこいつ。ほんとや、これランクなんですよ、どうやら。ランク、そう、なんか一番最初がなんか黄色か何かあるらしいんやけどさ、はい、一番上がこいつで攻撃しきった村人って意味。あー、なるほど。ダイヤモンドクラス、そう、ダイヤモンドクラス、プラチナクラスですよ。でさっきあっちの方で炎上ごっこをしてたんですけど、はい、まだある炎上ブロック。あ、あります、あります、いますよ。はい、いや、いやー、あー、あったけー、あーったけーだー、あったけーだー、やべべ、いくいく。なんかこれ焼けるようになるって、なんか右クリックで置けたよ、さっき。あ、なんか置けてる。あ、かわいい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 、これ四本置け、四隅に置けて。あ、たたた、これいつ焼けてんの。いつ焼けるんだろう、煙入れただけで。え、まだあれじゃないですか、ぶっ壊すと。あ、取れた取れた。え、どうやって取った。時間が経つと取れるんじゃない。あ、剥がれる。あ、剥がれるのこれ。え、何焼いてるこれ、昆布。昆布ですね。ほんで時間経つと剥がれるの。いや、懐かしいね、金さん。あ、おー、すげえ、すげえ、すげえ、ペロペロペロって。この近くにホッパーが置いとかんとかんってことこれ。そうっすよね。そうそう。でももう燃料いらず、これで。え、これ燃料いらんのっすか。無限燃料。あー、石炭を作るときに言いますけど。あ、めっちゃいいよ。もうそれっきり。うん。え、すごっ。これ石とか、石とか、石とか焼けるか。石、石、あ、石っすか。石、あ、置けない。あ、やっぱ食べ物だけ、当然ですわな。まあ、そういうことか。なるほど。あとなんか噂で聞いたんですけど、アップデートしたら村人恋愛しまくりみたいなさ。なんかすごくない、ハートの量。うん、2階ですごいよ。え、何あれ、ハートが今崩れた。ほら、なんやろあれ、恋愛失敗。うん、振られたんやないの。勝手に攻撃するとかせんとかってのも聞いたことがあるんやけど、噂レベルでさ。そうか、今回は相性ってのも存在するんですね、現実世界同様。モテ男と非モテ男が、そういうことですよ。はっきりするわけで、世の中は厳しくなったもんでございます。残念やったな、アンキーズ。なんで残念。アンキーズ知らんねやろ。もう、行くのモテ男とはアンキーのことやぞ。まあ、というわけで皆さんベッド持ってちょっと旅立ちましょうよ。で、皆さん花火いくつ持ってる。17です。11、31。え、な、これあれですね、倒しながら移動ですね、おそらく。皆さんここに一旦入れましょう、ちょっと全員分のロケット花火を。貯金を全部、じゃあどこな、4等分するんで、はい、皆さん入れてってください。今度は全部ですね。はい、金のこのパンツは本当に。いくよ。こうして、こうする、ほら。あ、普通にで、待って待って、ほらほらほら、そういうなんか余ったやつ。ほんなこれ、はい、これやっぱいいの取ったでしょ、さいいの取ったでしょ、22個のやつ取ったでしょ。ほんで皆さん、サトウキビを持って、はい、はい、足りんくなったらまた途中途中クリッパー倒して、はい、なるほど、やっていくという感じでございますね。ちょうど夜来るから、この分でどっか飛んでいきましょうよ、皆さん。はい、だからいつもと違う場所にも村ができるとかできんとかって噂が。いつも違う場所、だから雪マップのところにも村できるしね、今回雪上、行ってみますか。あんま行ったことない方角がいいな。あ、そういう、みんな整えて、ご飯とか。ご飯全然なかったわ。ご飯大体アニキーズが一回持ってるで。いや、そうでもないですね。大体アニキーズ聞けばくれる。アニキーズガメてっからな。ギフのガメオですから。ギフのものは俺のものに。ギフのものすごいっすね。まあ、あんなもんかな。装備は整ったか。あ、エンダーチェスト1個ぐらい誰かね。これ1個ありましたね。さすがだな。さあ、いざ行かん。あっちは結構行ったよね。そうですね。こっち行ってみる？こっち行って、な、こっちは？いや、そっちも行ったんですよね。え、全部行ったね。な、こっち？こっちも行ってるんですよね。な、あっち、あっち、あっち行ったんじゃないですか？じゃあ、あっち。あ、でもこっち行きましょう、こっち。はい。こっち？いや、斜め右はエンド行くだけなんで。嘘？エンドポータル。はい。嘘？こっち？はい。赤さん今見てる方も完全にエンドポータルです。そうですね。マジ？はい。な、あっちあっち。な、あっち。行きましょう。はい。省エネで皆さん。はい。行きますよ。赤さん、南の方は、うん、一回なんかその教会とか見た時にあったんで、あ、なんかちょっと右に、右、もう真右に行きます。真右、真っ直ぐ真右に行く、真右に行くか。行くよ。はい、はい、
あれ省エネでいかないとね、省エネで。統合板と一緒かな。ちょっと上にキュッてやるとちょっとだけ距離が伸びるみたいな。スーパーマリオ3みたいな感じですね。そう、キュイッ、ドヤ。今1個でこんだけ飛んでってるんやけど、キュイッ。マント、マントの扱いに。マントドヤドヤ。 みんなまだ1個目。1個目です。うん、やべ、あんま効果ないかもしれん。キュイッなんか読み込みが出ろっす。やべ、もう海や。ありそうな気がするぞ、ここら辺。待って待って待って、今描写されてなくてぶつかってる、壁に見えない壁にぶつかってる。あ、来た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 。ようやくみんな来た。追い越された。うち、そうですね、多分追い越しましたね。そうですね、やっぱ描写が遅いで人まで見えなくなる。どうない、ちっちゃいって感じですね、うん、今はちょい左にちょっとうちずれて今見てる。ちょい左ずれでちょっと雪山が見えましたね。本当だ、ないかな。ないのかい。描写がね、間に合わんくて怖いな、これ。あ、海、あ、誰か見つけた今、カズさんか。あ、ヨシさんだ。うち今、マイナス1000の3700ぐらいまで来た。だいぶ左に振りましたね、それないかなって。エリトラがぶっ壊れた。あら、は？修繕は？僕のやつ、スノーエリトラなんで。はぁ、前なんかロスったよな、若槻坊や。まったくもう、困ったやつだな。ただの坊やになりました、今。歩きで探すんだ、歩きで原点に戻りつつ。あ、村があった。え、本当？はい。どこどこどこ座標。マイナス700のマイナス5700。まことか。あ、家の中にベッドがある。これは村人は寝るからな。あ、これは新しいっすわ。それを待っていたんだ。やりおるな、恩師のとこの何チンってやつだ。褒めて使わそう。チンです。あ、チンか、小屋のチンか。褒めて使わそう。ありがとうございます。やるな、そちらのチンは。え、めっちゃ氷地帯来たよ。はい、一旦氷地帯横切りますね。どうでしょう。あったー。あ、本当だ、見えた見えた。うちの体だけが。ほら。来たー。おっちょ。おい、ちょっと行った。行って、え、殴られた。え、なになに、殴られてる。な、馬に殴られた。何何何これ。いや、あいつやな、やつやな、やつか、この感じから来たやつか。やつがいる。ほらほら、ここら辺をひたすら切ればダイヤの剣で。どこよ。ひたすらこれを切ればいますよ、やつが。あ、なんか見えた今。あ、これさ、透明化が見えるようになったんじゃない。透明化で、文字まで透明化になったんよ。あ、ほらほら、そのそこの小さいところおるやろ、これ。透明人間になるとろくなこと専用になるんやってな。何それ。あの、なんか農民のなんか職業の箱みたいな。そう、それにさっきベイクドポテト入れてたよ。入れるとどうなんだろう。いって。あ、おった。これ今成仏したら強制送還レベルやぞ、あいつ。ポテト入れて何になるんだろう。どうなるんですかね。ハニーモが増える。ベイクドポテトが入れれた。はい、ベイクドポテト。あ、ほんとや。右クリックしたらなんか吸い込まれてすげえ損した気分でした。あ、なんかほら、コップになるんです。肥料になるってこと。こういった草木をね、物によって種とかいらないでしょ、これ。あ、なるほど。こう右クリックで種とか。ベイクドポテト返せ。ベイクドポテトは大事でしたね。ベイクドポテトとか入れるもんではないんです。よりリアルになってきたと。ほんで対して別にいらないコップが取れると。あとなんか、カズさん、井戸に来てください。井戸こっちこっち。あなたの姿は見えんくてわからん。あ、出てきた出てきた。待て待て、もしかするとこれは。いくよ、コミ。おお、何これ、コミ。チミ。なんか家の中にチェストありますよ。待て待て、これいい。あ、ここにも、あ、エメラルドある、と借りよう。2階建ての家とかありますね。そう、本当だ、すげえ。建築力負けるんじゃねえの。煙突あるやん、大連家がおしゃれ。負けてますよ。まさか負けるぞこれ。あ、でも燻製機になってる、繋がってる。え、何これすげえ。え、何が燻製できるのこれ。燻製機どこにあるんけ。2階建ての家にあります。煙突のある家。これこそ焼くやつじゃないの。燻製機でなんやろうね、食べ物系の感じがするけどな。そうですね、あ、できたできた、燻製。何入れた。生肉を焼くですね。へぇ、そうするとステーキ、普通の燻製じゃねえやん。ほら、電話マイクロソフトに電話、エンキ。電話すか。うん、電話した方がいいよ、ほら。村がすげえなんか丁寧になったね、初心者に対して。ね、ある意味、うん、物増えてうちらは困ってるけど。馬もいるし、うん、村見つけたら結構何でも揃っちゃう。ちゃんと柵もしてるしね。
ね、みんなのこれ持ってきたよ、馬乗るやつも。サドル、サドルみんなの分持ってきたで、実は。ありがとうございます。まあ交渉次第で後から貸してあげよう。皆さん僕見つけましたよ、この村。あ、仕方ない。ありがとうございます。それでもレンタルなんですね、これ。レンタル。くれるはせんのせん。仕方ない、貸し野郎。一泊して、それで終わるぞ。あ、ねんねんしよう、ねんねん。はい。ほんなうち、この部屋。はぁ、よくれたー。あれ、村人と、なんか、この家の人だったのかな。なんか、合体しました。村人も、自分のベッドを認識するって書いてあった。へぇー。一回寝ると、自分の家になるみたいな。あ、そうなんですね。なるほど。というわけで本日こんな感じで終わりますか。はい。ほんで、後編の方ではもうコミティがエリトラ使っての冒険ができなくなったので、はい、またなんかするでしょう。いい感じに。はい、なんかいい感じにしたいと思います。はい、というわけでまた概要欄の後編でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。